あなた、行ってらっしゃい。ああ、行ってくるよ。あんまり無理するなよ。もうすぐこの子も生まれるんだからな。結婚して3年、念願のマイホームも変えて、もうすぐ出産。旦那の凌介は私にも子供に対しても優しいし、仕事も一生懸命頑張ってくれている。まさに完璧すぎる毎日、私にとって幸せでしかなかった。でもまさか旦那と話すのが今日で最後になるなんて思いもしていなかった。バカズキンちゃん、なに？あの、ここの席座ってもいいかな？ええ、どうぞ。ありがとう。あの、俺、小田凌介、よろしく。私は小西太恵、よろしく。同じクラスだったよね。うん。出会いは大学だった。お互いまだ入学したばっかりで何もわからなかったが、次第に顔なじみになって付き合うようになった。凌介は大学時代から優しかったが、結婚してからも私を大切にしてくれた。なあ、もうすぐ赤ちゃんも生まれるだろ？そうね、楽しみだわ。それでさ、子供もできたらこのままじゃ狭いだろうし、引っ越さないか？え？でもお金はどうするの？今は収入もあんまりないけどさ、とにかく頑張って働くから、一軒家を買おうよ。本当に？ああ、俺はタエと子供のためならいくらだって頑張れるからさ。タエだって一軒家の方が何かと過ごしやすいだろ？ええ、そうね。凌介はこの約束を本当に実現してくれた。すごい、本当に家建てられるなんてね。当たり前だろ、俺は言ったことはやる男だからな。今日は予定通り漫画喫茶で資格の勉強して帰るから遅くなるよ。先寝ちゃってていいし、何かあったら連絡してね。了解。お仕事終わりなのにお疲れ様。あんまり無理しないでね。ありがとう。家族のためにも絶対合格するから。あなたなら大丈夫よ。よし、頑張るか。短時間パックですね。1000円になります。あ、はい。3時間パック、今すぐ。部屋は？少々お待ちください。今こちらのお客様の番ですので。だったら早くやれよ。怖い人だな。関わらないようにしとこう。あ、これ1000円です。ありがとうございます。では104の部屋でお願いします。あ、はい。あんなにイライラしてても人生つまらないだろうな。隣か。ったく、マナーモードにしとけよな。もしもし。分かってるよ。だからうるせえな。その話はもうついただろうがよ。何度言ったらわかんだ。もううるさいな。あの、もう少し静かにしてもらえないでしょうか。寝てる人もいますし、僕も集中したいので。さっきの男か。もしもし、ちょっと一回切るわ。じゃあ、お前に文句言われる筋合いないんだけど。てか、お前もさっきからペンの音うるせえんだよ。いや、それはでも。嫌もクソもねえんだよ。お前も迷惑かけてんだから、人のこと言えんのか？パソコンの打鍵音が響く漫画喫茶ですし、ペンの音ぐらいはしょうがないですよ。お前反抗的だな。ちょっと待っとけな。ちょっとやめてください。うるせえ。てめえみたいなくだらねえ正論振りかざすやつ見ると虫図が走るんだよ。誰か助けて。黙って謝りゃいいもの。舐めたこと言いやがって。
待って。記念日に買ったやつなのに、こんな遅くに誰だろう。私はこの時妙に嫌な予感がした。そして恐る恐る電話に出ると、もしもし、どちら様ですか？袴田警察の者ですが、小田良介さんのお宅でしょうか？そうですけど。旦那さんが漫画喫茶で男に刺されて今病院に搬送されました。大変危険な状態ですので、急いで今から言う病院に来てください。え？私は耳を疑った。朝は元気でいつも通りだった凌介が刺されて死にそう、そんなこと信じられるわけなかった。急いで病院に向かった。あ、小田凌介の妻です。あの、旦那は無事なんですか？こちらへどうぞ。精一杯手術はさせていただきましたが、すでに出血の量がひどく助かりませんでした。そんな凌介、凌介、ねえ起きてよ凌介。すぐに駆けつけてあげられなくてごめんね。痛かったよね、辛かったよね。奥さん、申し上げにくいのですが、警察の方は検視解剖を望んでいますが、どうでしょう？今そんなこと決められるわけないじゃない！そうですよね。すいません。私にとって最悪の日は終わった。その後すぐに凌介を殺した22歳無職の男は捕まった。殺意はなかったんです。その日はとにかくむしゃくしゃしていて、隣で勉強していた男性のペンの音がうるさくて。たったそれだけで凌介を殺したっていうの、許せない。私は死刑か無期懲役を強く望んでいたが、結局男には懲役20年の実刑判決が下された。凌介は何も悪いことをしておらず、ただ家族のために毎日を頑張っていただけなのに、世の中は思っている以上に残酷だ。突如としてひどい結末が待っていることもあるし、どうしようもないこともある。私は犯人のことを一生恨むし、許すことは決してないだろう。せめて凌介と私たち家族に反省の色でも見せてくれていたら、今とは少し違う感情を持てたかもしれない。凌介、あなたの子よ。私、この子を幸せにしてあげられるよう、あなたの分も精一杯頑張るから、天国から見守っててね。ちょっと待ってよ、たったこれだけのことで人って殺されちゃうの？日本はどうなっちゃったの？なんだか短絡的なことで切れる人が増えたよね。だから知らない人とは一切関わりたくないって考えが浸透しつつあるよね。寂しいね。でもさ、狼は本当に短絡的なことで切れないって言い切れるの？ん？そりゃね、10万年も生きてれば怒ることもなくなってくるよ。お墓に住んでる白頭巾、顔青白い。なんだとこの野郎、誰だお前この野郎、待てこの野郎。